疲れた。今朝の5時ですよ。あ、これ今収録してるのゴールデンウィークの最終日。はい、お疲れ様でございます。この間ね、こちらミスト付きのクーラーみたいなやつ、これ買ったんですけど、日本のペットボトル合わんかったんですよ。でもね、ここ多分ね、イロハスとか水関係のペットボトルやったら看護すると思うんですよ。これちなみに付属してたやつですね。このファイを調べましたところ、 20? これ多分ね、30ミリですね。ここを測った方がいいですかね。ネジ部分を組んだ直径、そうですね、30ミリですよね。で、こちらコカコーラめっキリンメッツ、コカコーラ違うな、特保のコーラですね。これの形状が直径ですよ、 2.8 なんですよ。ということはですよ、この 2.8 のペットボトルのここの口、ここの口がここに入るように 3D プリンターでね、印刷して、なんかアタッチメントとしてね、こう付けられたらいいんじゃないかと思って、それを今回ね、印刷していきましょうか。このペットボトルがここに取り付くように、ちょっと 3D プリンターで印刷 したいなと思います。はい、こちら 3D データがね、見つかりましたので、これを印刷していきましょうか。印刷時間なんですけど、約2時間ぐらいかかりました。そして 3D プリンターで印刷したものがこちらになりますね。なんかテレビショッピングみたいになってません？これちょっとバリがついてるんでね、取っていきましょうか。これはね、サポート材ありで印刷したんですけど、サポート材なしで印刷しても全く一緒やったかもしれないですね。こちらの 3D データなんですけど、また動画概要欄の方にね、リンク貼り付けておきませんので、自力で探していただけると助かります。まあ、もうサポートなんかいらんかったんちゃうかな。これなしで印刷しても多分綺麗にいったと思いますよ。よし、いけた。で、こちら側を使います。で、ここがね、ファイ20ちゃうな、直径30ミリになってるはずなんですよ。ということは、これがこう取り付いて、あわやないか。ちょっと待ってください、これ30ミリ違うんちゃうか。違うわ、あれ待って、間違えたわ、32ミリのやつやわ。で、こっちがあれ全然違うやん。何ウプ主は何を印刷したんですか。26ミリ、全然ちゃうやないか。あかんか、 3D データやっぱ作らんとあかんか。これはここに看護するんじゃないですか。看護しますよね。で、これを変換するアダプターを印刷したつもりやったんですけど、あ、合わへんですよね。それは直径が違うから。30ミリ、終わったわ。今回以上で終わりましょうか。失敗に終わりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ、こっち来てください。いや、こんなもんで終わらないですよ。ウプ主はね、これ設計していきましょうか。 3D プリンターのデータね、探したんですけどなかったんですよ。これも設計していくしかないですよね。ウプ主が調べましたところ、アメリカのペットボトルの規格と日本のペットボトルの規格が違うみたいなんですよ。日本のペットボトルの規格が PCO1810 っていうやつですかね。で、アメリカの規格がよくわからないんですよ。型式がわからん。これちょっと調べながらやったんですけど、一回これで印刷していきましょうか。はい、再印刷したものがこちらですね。これでやっといけると思うんですよ。まさかね、あれ合わへんよ。ちょっと待ってください、最後これ。ちょっと、そんなはずはない。あれ、32ミリになってるやん。うわ、なんでや。なんでこっちは、こっち32ミリやろ。で、再度成形したのが、32ミリとして、これとこれ一緒やないか。なんやそれ。え、待って、間違え、社会人応援って書いてる。これ、再設計したやつね。合わへん。最悪や。新しく設計したのも、これと全く一緒のもんを作ってたわ。もう終わりですわ。もう飽きませんわ。めっちゃ疲れた。もう最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちょっと待ってくれ、レール。最悪や。また一から設計し直して、もうこのくだり何回やってるんですか。もう飽きましたわ。はい、再印刷の再印刷ですよ。やっとできましたわ。こちら、社会人応援チャンネルというロゴを入れましたね。これやったらね、多分いけると思うんですよ。サイズ違いますよね。これでいくと、ここ3、ちょっと小さいか ?29 ミリになってるな。大丈夫でしょう。ここと一緒ぐらいじゃないですか。うわ、ちょっと小さいか。サイズミスってるか、おい。1ミリ小さいな。ここでいけません。
で、まずこれを普通のペットボトルをこうつけます。これがつかんかったらもう意味ない。あれ、これがつかんか、まず、あ、いけま、あかんか、おい、バリがついてるから、いけた、つけます。で、これがこうついたらもう、いけたんじゃないですか。あかんわ、やっぱ小さいわ。あかん、1ミリ小さいわ。設計ミスや、もうやめや。最後までご視聴いただきありがとうございました。変則的な動きをする。あ、どこ行く。いや、こんなもんで終わらないですよ。再印刷していきましょう。成功して失敗は成功ない。ちょっと何言ってるのかわからない。はい、こちらね、1回目印刷したもの、2回目印刷したもの、3回目印刷したもので、4回目印刷したもの。これね、剥がすとき失敗したんですよ。そうです。ステージからこう、撮るときに破損しました。大成功ですよ。大成功。やってしまった。それはさておきですよ。これね、ここにまた換号しないんですよ。終わってるわ。そうですね。サイズミスってるわ。もう終わり。やめや。はい、再印刷したものがこちらですね。やっとね、ここの規格が分かったんですよ。アメリカの規格みたいやつ。それ後でここに出しておきましょう。これやったらね、感動すると思います。それは早速使っていきましょうか。もう何回やってるの？何時間かかってるんですか、これ。もう丸一日かかってる。赤。バリがある。これが多分ここにセットできると思うんです。あ、いけてる。やっといけたわ。そうです。これ 28mm を 30mm に変換するこの 3D データをウプ主が設計しましたね。これでいけると思う。これで水漏れしてたらもう終わりですよね。これ最初についてきたこのボトル、これね、150mm ぐらいしかね、入らないと思うんですよ。これやったら 1.5 リッターいけますよね。1.5 リッターずっと使える。1日使えますよね。もうなくならないと思いますよ。1ヶ月とかこう置きっぱなしに しておくと、ここにね、カビが繁殖して、カビがこっから出てくるじゃないですか。それがやっぱりいいですよね。ちょっと何言ってるのか分からへん。 1.5 リッターのセットできなくても、多分ね、500とかは便利だと思いますよ。500ミリ、こちらを準備しました。伊藤園健康ミネラル麦茶600ミリ、これがここにセットできるっていうことなんですよ。あれ、そうですよね。100ミリやったらまあ十分じゃないですかね。よし、できた。あれ、これラベルが、あ、なんてことや。ラベル こっち向いてほしいな。麦茶ってちょっと分かりにくいじゃないですか。まあいいでしょう。これで使っていきましょうか。これスイッチが後ろにあるのが押しにくいわな。白に白って分かりにくい。そうです。これで600ミリも出続けるっていうことですよ。寒い。リズムにしましょうか。これ ミスト出てるんですよ。白に白って分かりにくいよ。こちらのアタッチメントの方なんですけどね、メルカリで15万円で販売しますのでね、もし欲しい方いらっしゃいましたらね、こちらの方から買ってください。それでは以上で終わりましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。変則的な動きをする。あ、どこ行く。何回失敗したの？ 1、2、3、4、5回目で成功した。